福島の真実と内部被爆ということで、これ3号機の爆発の事です、ね、じゃあまず本日の内容ですね。今日どういうことをお話しするのか、大体90分、ちょっとオーバーするかもしれません。私のバックグラウンド、なんでこんなことを話してるかね。で、原発の原理、問題点、電力が推進する理由で、福島事故の水位と放射能汚染で、放射能の影響かなと思われるですね、奇形動植物がもう、まあ、ご存知の方はご存知なんでしょうけど、熊本とかでも出てますのでね、それを紹介して、内部被曝とその影響、除染ができない理由、あと瓦礫問題ね。だから瓦礫問題今注目を浴びてますけど、津久見でね、私からするともう死を抹殺の話ですよ。もちろん受けて入れたらいけないんですよ。でもそれどうでもいい、どうでもいいとは失礼ですよ。そう思ってます。で、我々はこれからね、何をどうするべきかのと、ちょっと盛りだくさんなの で、 これです。じゃあまず私がなんでこんなところでこんな話をしているのかということについてご説明します。私広島生まれなんですね。母の実家が広島で、広島の市民病院で生まれました。1964年ですね。で、実家自体は宮崎にあるんですけど、母の実家が広島なので、もともと長い夏休み、だから夏休み、春休み、冬休みは必ず広島に2週間とかね、4週間とかいて、よくおじいちゃんおばあちゃん怒んなかったと思いますけどね、ずっと泊まって広島で過ごしてました。だから広島投下の時のうーっていうサイレンとかはね、よく耳にはしてたんですよね。どういうことが、まあ、現場が落ちたぐらいは知ってましたけどね、そういうことです。で、宮崎出身で、1988年に私最初はですね、実は阪大の医学部を受けて一回滑って、で寸大って当時東京のね、寸大っていう予備校に行って、まあいろいろあって医学部の進学コース行ったんですけど、まあ東大にちょっと自信なくなって東大のリーチに入って、で精密系工学科を卒業しました。で、1988年っていうと昭和63年で、まあバブルが絶頂期の時だったんですよね。で、この時の就職活動っていうのは、精密機械工学科っていうのは、まあどこでも東大だったのもあるんでしょうけど、どこでも行けて、同じ企業に2人以上行かないように学内で調整するのが就職活動ですね。だからどっか行きたいって言って、ライバルがいなければどこでも行けたんですよ、当時ね。で、私が就職活動を始めたのはですね、ちょっと遅いんですけど、夏休み終わったぐらいだったんですよね。それから電話して、ちょっと遅いんだけどねとか言いながら行ってましたね。で、まあ当時円高不況って言われてたので、まあ不況だったんですね、バブルって言ったらね。で、その時に、まあ公益事業のね、国内で完結するなら円高も円安も関係ないので、それでですね、すいません、あんまりアップを映さないでいただいてですね、その東京ガスとですね、ちっちゃくですよね、東京ガスと、東京電力と、あと JR 東日本ね、その3つを選んで、で一番ね、あのごちそうもしてくれなかったのが東京電力だったんですよ。全然おいしくなかったんですけど、こういうご時世に全然おいしい食事をしてくれないっていうとか、もしかしたら自信がたっぷりあるからだろうと思ってですね、で東電に入ったんですね。で、私は機械工学科だったので、選べるところがですね、火力か原子力か水力発電、その3つのうちどれかに選びなさいって言われて、私の先輩がですね、ちょうど話した先輩は原子力だったので、まあやるなら原子力かなと思って原子力に行きました。で、福島第二原子力発電所ではタービングループといってですね、海水系とか、あとその機器の周りのね、原子炉周り以外のことをやってたんですね。だから津波が起きたって言った時に、あ、これはやばいぞと。ちょうどね、3時30何分ぐらいに南相馬に 7.5 メートル以上の津波が来ましたっていうのを聞いた途端に、もう私としては真っ青になってですね、もうどうしようもないだろうとか、チェルノブイリをはるかに超えるっていうことはね、私は分かったんですよね。わーわー言ってたんですけど、妻にあなたが何か言っても何も変わらないわよって言われてですね、でブログに書いてくれたんです。で、29歳の時にですね、本店の原子力技術科の安全グループっていうところに配属になりました。で、第二原子力発電所では原子炉周りをしてないのに、安全グループっていうのは原子炉周りなんですよ。だから全く違う畑のとこに配属になったので、こんな人間は私一人でですね、他の人間みんな原子炉周りを知ってる人間がなってたんですよ。だから私全然何もわからないままね、術後も何もわからないままいきなり飛び込まされてですね、かなり苦労しましたですね。で、この時の私の上司はですね、
高橋武って言って、この人がグループ長だったんですけど、その人は今の福島第一原子力発電所の所長をされてるとか、で課長、技術課長は武藤栄技術課長っていう人で、この人はね事故当時副社長だった人なんですよ。だから私の直属の上司だった人がテレビにも出てますしね。だからそういうところで私仕事してました。で私その武藤副社長と高橋武さんっていう人と、あともう一人担当者が私の1年上の同じね精密機械工学科卒業の人がいて、あと私でその4人だけでね全部既存の原子力発電所の安全管理全部やってました。こちらなんですね、まあ、安全って言ってますけど、もうものすごく危ない問題がいっぱいあるんですよ。で、まあ、そういうのもあってね、大丈夫、もう全然安全じゃないのは分かったんですけど、それでも仕事なんかやってたんですよ。1995年だから本店に行って2年経った時に、1月に阪神大震災が起きました。で阪神大震災が起きた時に当然ものすごく揺れたのでね、原発は大丈夫かっていう話になるんですよ。でそこで通産省の役人がですね、全電力を集めて、いいかお前ら、この阪神大震災では何の新しい知見もなかったんだぞと、ちょっと私の顔は映さないでいただいていいですか、すいません、こちら、うん、こちらです。で阪神大震災でねかなり起きて、でものすごい震災だったので、もう知見はなかったとこからスタートしろと、ね、分かる前ですよ、何もね。だからもうスタートの時点で新しい知見が できたら原発が動かせなくなるから、知見がないっていう資料を作れって言われて作った、半年後ぐらいね。でオウム真理教事件が3月に起きて、でその年のですね9月に辞めましたね。辞めた時は31になったばっかりだったんですよ。で37歳で熊谷学部を卒業して、なぜか知らないんですけど、まあ、私原子力嫌いだったのに原子力に行って、大内科っていうのは血液と腫瘍内科なんですよ。で白血病なんていうのはよくわからない疾患でね、好きな人行かないんですけど、好きじゃないと、私全然嫌いだったのにね、なんかこの時の医局長が畑先生っていう先生で、ムツゴロウの甥御さんかなんかだったんですよね。なんかつい人柄に惹かれてね行っちゃったんですよね。だから血液と白血病も治療したことがあるんですよ私ね。で現在熊本市で帰りました。まずね、原子力発電所っていうと、この大まかな原理を知らないと全然ね話がね全然見えてきませんので、大まかに言いますと、原子力発電所っていうのはお釜の中で原子燃料を使ってお湯を沸かしてるだけなんですね。でお湯を沸かしてタービンっていう羽根車を回して、その羽根車を回すことによって発電機をね回して電力を作ってる。でその発電機は蒸気なので、それを水に冷やすためにね、ここに伏水器というのがあって、これを冷やすために海水が使われてるんです。だから全ての原子力発電所は海水を冷却に使っているので、日本の場合は全部原発は海岸べりにあるんです。ただフランスとかはね大きい川があるので、海岸沿いにあるのもありますけど、冷却水のないところには作れないんです、原発はね。だから全部日本の発電所は全部津波に弱いですね。でよく見るとね、岩化式なんですよ、単なるね岩化式なだけなんです。だからそこが大事です。原子力発電所というと、なんかとんでもなくね高度なことをしてるんじゃなくて、単に岩を沸かしてるだけで、岩を沸かす手段が原子力を使うか、ここはね LNG でしたらガスのね NLG 液化天然ガスのやつだし、ここ石油でお湯を沸かせば石油火力の、だから別に手段が一つであってね全然関係ない、もう全部同じなんです。で核分裂反応というので熱を出すんですけど、中性子がウラン235にぶつかると分裂するんですね。で分裂するときに熱エネルギーが出て、これの熱エネルギーでお湯を沸かすとともにですね、それだけならいいんですけど、核分裂生成物っていうのが出てくる。でこの核分裂生成物っていうのは、これはそんなに放射能を持ってないんですけど、これがものすごい放射能を持つんですね。でこの核分裂生成物が、例えばセシウム137っていうとみんなよく知ってると思うんですけど、セシウム137ができるってことはね、分裂してるんだから、こっち側にね片割れ90ぐらいができてるんですよ。235からね137引くと大体90ですだからセシウム137の片割れのストロンチウム90はね必ず出てるんですよ、ね、出てない出てないって言ってるけどね。そこは大事で、ね、全然できるんですよ。でゆっくりこれをやるのがね原発なんですね。で一挙にドーンとこれを連鎖反応を起こすのが原爆なんです。だから原理も生成物も何もかも同じなんです。だから、まあ、フランスのテレビでね広告なんですけど、これ綺麗な、ね、原発があるけど、中で、ね、バン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 こう核兵器がね
爆発してるのと一緒なんですね。でそのさっき言った核分裂生成物というのがじゃあどのくらい管理しないといけないんだっていうと、これがねものすごい高レベルの放射能を持つんですけど、どんどん下がってね、大体1000年間はねきっちり管理しないといけないって言われてるんです。最初の1000年ね。でこれ見ると数万年後にね掘り出したのと一緒なんてね、この、まあ、ほとんど無害なのは1億年後なんですよ。まずね1000年後というと、まあ今から言うと平安時代なんですよね。源氏物語の時代ですよ。でここにおられる方でね、源氏物語を原点で読んでスラスラ分かる人っていうのは一人もいないと思うんですね。まあ、私国文卒業した分かるっていう人いるおられるかもしれません。多分一人か二人。だから1000年経つって言ったら言葉も何にわかんないです。もう風習も何もかも変わってくる時代なんですよ。それでもねちゃんと管理しないといけないんです。だそんなもんを作ってね原発をしていいのかっていうと、当時の武藤課長はね、なんて言ってる電力会社の社員なんですけど、いや東京電力はねちゃんと管理するって言ってるんだよと、なんでみんな信用しないのかなと、我々大きい会社とは言わなかったけど、こんな一流企業がねきっちり管理するって言って信用しない方がおかしいと、そういう感覚なんですよね。で原発がねどのくらいコストが安い安いってみんな言ってるんですけど、これ実はね設置許可申請書っていうのを東京電力会社は全てね出さないといけなくて、まあ、どこに作ってねどういう構造してますっていうのはあるんですけど、その中の1項目に発電単価を変えときなさいっていうのがあるんですよ。発電単価を変えときなさいっていう表があってね、それを見ると今回のね役所がね LNG と火力と核発電所をねこう試算してるんですけど、役所がするとね必ずね核発電所が一番安くなるように作ってるんですよ。だけどさっき言ったように設置許可を見るとね、新江戸っていうのはこれ福島第二なんです。KK っていうのは柏崎なんですけど、見てくるとこれね、新江戸の1号機っていうのは11円ぐらい。で普通ね14、15円で作ってるんです。これはね理想的な価格なので、これ以外に改良工事とかなんとかを足すとね、大体ね福島第一原子力発電所の1号機今回水素爆発しましたけど、あれでもね、今安い安いって言ってるんですよみんなマスコミの方もね。だけど私の社内使用料の見た記憶なので、お前ソース出せって言ったってね、そんなのもっとなんですけど、14、5円してるんですよ福島第一ね。なんでかって言ったら福島第一原子力発電所は GE が作ったプラントなんですけど、最初にできたプラントだともうトラブル続きなんですよ。全体で見ると半分ぐらいしか発電してないのね、稼働率を見ると。だから原発のねコストとしては14、5円かかってるんですよ。全部14、5円一番高いんですよ原発はね。だからこれを言うともう根幹が成り立たないのでね、このことは触れてないですもんね。原発高くてやるっていう、なんで高いのをするのかね、それはね秘密があるんですよ。高いのをして儲かるからしてるんですけど、なんでかっていうとね、総括原価方式っていうのがあって、一般の会社っていうのは利益をね、例えばまあ女性の方多いので貯金としましょう。貯金はね収入から必要経費を引くと貯金ができますよね。だから貯金を増やしたいと思ったら旦那にお前もう少し出世して金を稼いでこいって言うか、それか食事のね外食からね自炊にしたりしてするのが普通の会社なんです。でも電力会社っていうのはね、必要経費にある一定の割合をかけるとそれを利益と取ってして取っていいですよっていう決まりなんですね。でこれがなかなかねピンとこないので、ちょっともう少し分かりやすくするとね、総括原価方式っていうのはね 3% のポイントカードだと思ってください。ありますね、買い物するとね 2%、3% のポイントがたまると。でもし自費でね自腹で買ってる場合は、例えば焼き魚定食とねフランス料理のフルコース1万円のカードとしましょう。自腹でやってる場合はね、旦那の給料でポイントが貯まるからってねフルコースの1万円を歌ってたらね、もう1週間もしたらねもう何も食えなくなるからね、いくらポイントが貯まってもしょうがないから500円の貯めてコツコツ貯めるんですよね。それが普通の会社だけど、もしね支払い者が別の人間、自分じゃなくて自分の懐は痛まないと思うと高いの頼むでしょ。だって例えば義理のお父さんとお母さんが来てね、お前何でも食べろって言ったら、焼き魚定食をその時に頼むのはよっぽどできたね、お嫁さんかなんかでね、いやこれフランス料理フルコース行きましょうよあなたということにすると、これ行くわけです。そ
そして例えば食前酒を頼みましょうって言うと、自腹でね、旦那と奥さんだけで行ったら、旦那がエビスビール頼むとか言って、何考えてんのあんた、発泡酒でしょって言う、あんたいくら稼いでんのっていうことになる、当然ね、自分のポイントの数だけど、もし義理のお父さんとお母さんが来たら、シャンパンでいいんじゃないのとかね、ワインはちょっとリストを持ってきて3000円のと、どんどん登ずに使うでしょ、ジムのポイント貯めて。だからそれがね、電力会社。だからフランス料理のフルコース頼むとね、このほら肉を卸してる店とかね、食器を卸してる店とかね、もうコーヒー作ってたりパン作ってるとこはね、みんな喜ぶんですよ。だからやってる。だからね、原発をするときは高いからね、みんなやる。で、本当に安ければね、原発のコストが安かったら、安いのを喜ぶのは消費者なんだから、我々が原発作ってくださいって言ってね、メーカーは意地悪しないといけない。それが普通でしょ、ダイエーとかなんとかね、昔ものすごい意地悪してて。それはそこなんです。だから高いからね、高いと原発も電力会社は儲かるね。そこに仕入れをしている業者も儲かるね。で、税金も増えるから政府も儲かるでしょ。だからやってるんです、原発ね。高いからやってるんですよ。そこはね、忘れてて。で、福島第一の原発ね、これもね、ものすごく広いんですね。1,2,3,4,5,6 って言って、これ6号機が建設中のやつなんですよね。ものすごく広いで、1号機、2号機、3号機、4号機とあって、1,2,3,4 爆発しましたけど、5,6 号機はね、3,1,1 の時どうかって言ったら定期検査やってたの。これ止まってたの、 C56 はね。でも5,6 号機も止まってたにもかかわらず、もう危機一髪だって言われてるんですよ。だからね、原発はね、止まってても危ない。もう4号機爆発したからね、みんなご存知でしょうけど、だからあれ半分しか動いてなかったから、あれで済んだんですよ。全部ね、フル稼働して夏に来てたらね、もう終わってますよ、確実にね。で、じゃあどうして起きたのかっていうとね、この人ね、この人何とかって言ったかっていうと、地震では設備破壊は起きていないって言ってるんですよ、この人ね。でも民間事故調査委員会っていうのは報告書を出してて、で今回ね、報告書で一番いけないのは国会のね、調査委員会もね、誰に聞いてるかって言ったら社長とかに聞いてるでしょ。社長分かんない、ここにいたのと一緒なんですよ。そうじゃなくて、現場の作業員を10人でも20人でもいいから連れてきたらね、何が本当で何が嘘か、ね、すぐ分かりますよ、口裏を合わせたってね。それ一切してないんです。社長に聞いたってね、あの社長なんかバカだしね、逃げ回ってたぐらいなんですから。現場に行った人に聞かなくてね、なんで事実が分かりますか。だから全然ね、事実をね、暴こうという気がないんですよ、私に言わせたらね。で、その民間事故調査員が聞いててね、作業員が何かって言ったら、生蒸気だ、主蒸気系が壊れてるって言ったんです。じゃあ主蒸気系っていうのはどこにあるかって言ったら、主蒸気っていうのは主な蒸気ってことだから、原子炉のね、圧力容器から出てるのを主蒸気っていうんです。だから津波はここでしょ、いくら来てもね。だからここが壊れたって言ったらね、津波で壊れなかったら何で壊れるかって、もう地震なんですよ。で、福島は何が起きたかっていうとね、ここ福島第一原発なんですけど、東にね 2.5 メートル移動してるんです。これ国土地理院ですよ、私が作ったんじゃなくてね、国土地理院が作ったんでね。そして約50センチの地盤沈下があった。だから50センチ地盤沈下して東に 2.3 メートルずれてね、血管から何から何、いや役者は何て言ってるかって言ったら、一様に落ちて一様にずれたから壊れてないって言い張ってるんですけど、そんなバカなことないで、地盤沈下が起きてね。そんなこと言ったらね、怒りますよ。だで、女川原発はどうなってるかって言ったら、あそこは1メートル以上沈下して5メートルね、東にずれてる。だから女川市のところはもうナビが使えないっていうね、地図が5メートルずれてるから。だからそのくらい壊れてるのにね、瓦礫撤去したってね、どうせダメなんですよ、あそこ女川はね。もう少し根本的なことし、そういうことが起きてるんですよ。知らない、多分地盤沈下が起きてたということをご存知の方おられますか、福島ね。マスコミが言ってないの。このただね、私がこう言ったから、あ、すごいなと思ったらいけない。国土地理院の、ね、ホームページ見てください、ちゃんと載ってますからね。で、これがね、出ませんね、自己シナリオ。あ、音が出ないな。これね、沸騰水型原発のね、制限事故を超えるっていう、もう少し小さめで私の声隠れます。2008年のね、12月に作ってる原子力災害防災関係資料ってことでね。で、これはね、どういうシナリオかって言ったら、主蒸気系が、主蒸気っていうか、まあ、最上階系配管が壊れてね、どうなるかっていうのを分析したやつなんですけど、
ちょうどね BWR マーク1型っていうのは今回の 1F 福島第一の1号機から3号機の同じ 6A なんです。だからねいつどれだけどうなってるかっていうことは、ね、もう知ってたんですね彼らはね。だから初日にこれはメルトダウンしてたって言ってたって言った人が飛ばされたんですけど、あんま知ってるんですこれね。ちょっとこれ時間内に飛ばします。ここはで1号機の事故をね台所で考える。なんで台所かっていうと、さっき言いましたけど原発っていうのはお湯を沸かしてますって言ってましたね。だから家庭の中でお湯を沸かすって言ったらどこかって言ったら、ね、台所でしょ。台所って大体もちろんねこう私こうやって説明するとねこれちょっと違うとかっていう人がいるんですけど、もちろん大体ですよ。大体台所で言えるだけでね 100% 同じじゃない。でこういうねガスコンロがありますね。でここにオンオフのスイッチがあってこう火力調整のつまみがあってね、料理すると非常に便利なんでね、いくらとろみにしたって消えないからね、昔のやつと違って。でここに人間のね原子力に対するコントロールの能力っていうのはこのねオンオフスイッチを持ってないんです。だここのね強弱はできるんですよ。だけどね原子の火を止めることは一旦火をつけたら無理なんです人間にはね。だから原子の火を止められなくここだからここのスイッチが止められない状態でここでお湯沸かしてたらどうなりますかっていうことを考えたらね、やっぱ誰でも分かるんです。で一番ね大事な最初もう今はどうでもいいのかもしれませんけど、ベントベントってね、ベントがうまくいくのいかないのっていうことを話してたんですけど、じゃあベントっていうのは何かっていうと、まあ、NHK の解説でも知らなかったみたいなんですよね。ベントっていうのはこう圧力鍋がありますね。この圧力鍋の蒸気を抜くことをねベントっていうんですよ、ね、シューってこう。だからシュッ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 って言い出して爆発するといけないからシューって抜きますよね。それをベントっていう。だからこうすればね全部わかる。で通常の運転状態はどういう状況かといったら、炉心の中にねたっぷり水が入ってる。じゃあこれはどういう状態か、スパゲッティを茹でてるのと同じなんですね。だからスパゲッティを茹でてるということは、これは火が止まらなくても怖くないでしょ。水だけあればね全然怖くないんです。これが普通の状態。そして注水機能喪失ね、だから水蒸気管壊れるとどうなるかといったら、だんだんこう水位が減ってくる。でここは燃料なんですけど、燃料が一応浸ってる状態ね、こうひたひたの状態。このひたひたの状態というのは料理でね使うわけですから、ひたひたっていうのは。だからこれは怖くないんですでね、お母さんがやっていても全然怖くない。だけどそれでも止められないので火がねどうなるかって言ったらね、グス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 してくるんですよね。でこれが炉心溶融なんですけど、炉心溶融はさっきのアニメーションで言うと事故発生から約30分後にはね炉心が溶融しますよってことは知ってたんですよね。で鍋に焦げついてここで焦ったらね普通はね止めるんですけど、止められないから、まあここでね止められなかったらもう普通の水じゃなくてもね、もうドブ水でも何でもいいからこう入れればねとりあえず台所は大丈夫なんですけど、もうそれでも止められなかった。そうすると圧力容器の下部にね約1時間後にこうやって集まる。だからここメルトダウンですけど、メルトダウンっていうのは大体鍋底が焦げついた状態と思ってね。そうすると鍋底は焦げつくんですけど、原子炉圧力容器、格納用圧力容器は15センチの金属の厚みがありますよって言ってるんですけど、実はねここから制御棒が入ってるんで、まあ、穴開いてるんですよ、制御棒がと入るからね。ここ見ていただけると分かりますけど、穴の開いたザルなんですよ、圧力容器15センチって言って。だこういうね穴の開いたザルにね燃料が来れば、まあ、当然抜けるんですね。だから沸騰水型の場合はメルトダウンしたら必ずメルトスルーするんです、ね、抜けることはメルトスルーと言います、ね、火が鍋の外まで出た状態。でもそれでもねなかなか止まらないんですけど、でそこでこうだん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 圧力が上がってくるので、ね、じゃあベントするかっていう話だった。でもここでベントしたところでね、この鍋を守るにはどうしたらいいかって、これベントしながら本当に水を足さないとダメでしょ、ね、でもしこのベントができなかったらこの圧力鍋がね爆発したらね、それはもうとんでもないから、それよりはこれを抜きましょうっていうのが弁当だった。だからこれを弁当したところでね、劇的には改善しないんですよ、何もね。火はついたままなんだから。そういう状態だった。で、メルトダウン、メルトスルー、メルトアウトっていう用語があるんですけど、まあ、さっき言ったようにね、メルトダウンっていうのは鍋底に鍋が焦げついた状態。だけど、さっきも言ったように、この圧力容器はザルなんだから、メルトダウンではね、絶対止まってない。メルトスルーしてるんだ。ね、確実に。そしてメルトスルーっていうのはコンロの周りが汚れた状態なんですけど、コンロの周りが汚れてても火は止められないんだからね。そうすると台所もダメになるんですよ最終的にはね。だからそれがメルトアウト。
だからメルトダウン、メルトするメルトアウトしてるのしてないのっていう話がありますけど、メルトダウンしてるって言ったら 100% メルトスルーしてるで止められてないんだから、もうメルトアウトしてね、もう全部外に出ちゃってるんです今回はね。それが本当なんです。解析がどうのこうの言ってもね、もうそれ以前の話だ。で1号機と3号機で何が起きたかっていうことをねちょっと比較してみたいんですけど、1号機っていうこっち1号機ね、これ3号機で、1号機はねスイート爆発って言われて、私もそう思うんですけど、この辺にねちょっとねスコッとこう赤いのが抜けますのでね、ちょっとここ着目してほしいんですけど、ここねほらここパーッと赤くなりましたね。で横にこう逃げていくんです。これはねこれ水素爆発だと思うんです、私もね。じゃあ3号機はどうかって言ったらね、もう全然明らかに違うのね、こう上に上がっててね。そして3号機のとこを見てほしいのは、この辺にねオレンジ色の光が光りますよね。ねピカッと光ってドーッと抜けてでしょ、ピカッと光ってドーッと抜けて、ここにスポッと抜けちゃう。全然違うんです。同じね水素爆発のはずがないんですからね。こうやって上に上がってオレンジ色の光が光ってこうして雲が上がってるんですけど、まあ、この雲をねよく見るとキノコ雲と言えなくもないんですよね。でピカッと光ってドーンとこう上がって、いわゆるピカドンと略すとですね、普通は広島原爆のことを指すんですよね。こうね光ってピカッと光って、ここにリングができて、リングの中央からキノコ雲が立ち上がるんです。これねでね、このじゃ煙がどのくらいの高さあるかって言ったら、これはね 120m の高さある。見てください、ずっとね上がるんですね。だいたい 600m 以上上がってる、ものすごい大爆発です。これねで、これがね、ミニフィッシャーニュークタイムです。核実験のね、絵なんですけど、見てください。最後ね、ちょっと比較してもらって。こうしてね、こう上がるとね、これね、ちょっとこう、ひっくり返ってね、見てください。そっくりでしょ。見た目はそっくりなんですよ。ね。全く同じじゃない。だからこれは私はね核爆発が起きたと思うんでね。でさっき言いましたけど、これが 120m、 これねこうあるとね、大体ねスカイツリーの高さぐらいかってね。なんかスカイツリーが時々テレビに出てきますけど、ものすごく高いでしょ。だからあれがね福島にね立ち上ったんですよ。これめちゃくちゃなんだこれね、これだけね。で似てるようなやつ、チェルノブイリ原発見てるんですか、もうめちゃくちゃでしょこれね。そしてこれ広島原爆のやつなんですけど、鉄骨が雨のように曲がってるよね。じゃあさっきオレンジ色の光が光ったとこありまして、じゃあそれはどこかっていうと、これ上から見たやつなんですけどね、ここスポッと抜けてる、ここがねオレンジ色の光が光ったとこで、これ周り見て、ここちょっと拡大するとね、これものすごい太い鉄骨なんですけど、もうもやしがへにゃへにゃってなってるみたいでしょ。だから鉄骨がねこんなにヘニャヘニャになるって言ったら、ものすごい温度にならないとね、こんなヘニャヘニャにならないんですよ。そしてさっきのスコッと抜けたところはね、何かって言ったらここなんですよね。これね使用済み燃料プールといって、使用済みの燃料を貯蔵しているところなんです。でちょうどね福島3号機の燃料プールっていうのが、東電がね MOX 燃料ね、プルトニウム入りの燃料を使うから安全ですよっていう意味でホームページにね公開してる図があるんですけど、こうやってね綺麗にね並んでるんですよ。この辺が確か MOX 燃料だったと思うんですけどね。でこの使用済み燃料っていうのは、本当は今までっていうか、原発ができた頃はこれ再処理してねプルトニウムに使いますよって話なんですけど、ご存知の通り全然進んでないので、結局ねもう置くとこがなくなってる、使用済み燃料日本はね。そうすると外に共用プールっていうのも作ってますけど、この使用済み燃料プール自体もねぎゅうぎゅうに詰めてるんです。最初はね、例えば100本しか入れられないとこ120本とかにこうぎゅうぎゅうに詰めてるんです。だから本当はしたらいけないことをしてたね、使用済み燃料で。使用済み燃料っていうのは使用済みってなってますけど、ご存知のように燃料サイクルでここからプルトニウムを取り出すって言ってるぐらいだからね、使用済みって言っても使用済みじゃないんです。燃料入ってるんです、プルトニウムとかね。そうすると3号機と4号機あるんですけど、これ水中をね5月か6月ぐらいに撮ってたんです。もうね3号機はねめちゃくちゃ瓦礫にある。で4号機はね綺麗なんですよ、比較的ね全体がね。
だから使用済み燃料がねどうも破産してプールで何かあったらしいというので、さっき言ったようにプルトニウムとかウランも含まれてるんで核分裂したんだろうと私は思って、ただね反応したのはその 1g も反応してないというのは、もうごくごくごくわずかが反応してもこのぐらいになるんですね。で1号機水素爆発だったので、見てください、この鉄骨残ってるでしょ、きれいにね、これが水素爆発。3号機はもうめちゃくちゃなのね、4号機もめちゃくちゃですけど、4号機はねこれ私いろいろ見たけど、どうしてこんなことになったのか未だに私も分かりませんし、いろんな水素爆発とか言ってるけど、どうもここの配管でねこう伝わってここに行ったって言ってるから、それも私納得いかない、これなんでかは分からないですね。で3号機ですね、これ2号機ですね、2号機はだから外見は非常に無事なんです、これね。で今回のね放出放射能量を計算しますと、福島は4基あってね、1,2,3,4号機で、で出力としては、ね、280万キロワットあって、放出量が要素換算で1000万キュウリーと言われてます。おかしいですよね。私おかしいと思うんですけど、280万でね、4基足してね、足してね、1000万というきれいな数字になるはずがないと思うんですよ。やっぱね、1250とかね、1380とかね、こうきっちりした単位になるのおかしいんですけど、まあね、NHK なんて言ってるかって言ったら、77万テラベクレル放出されました。テラは10が何個でどうのこうのとかって、万がいくつでこうダーッとゼロを並べてね、ほら見てみろ、全然わからんけどすごいだろうって言うんでごまかしてたんですけど、チェルノブイリはどういうことかって言ったらね、チェルノブイリは1機だけの事故なんですけど、100万キロワットしかなかったんですよ。で1億8000万キュウリね、まあめちゃくちゃにはなってましたけど、で1983年に稼働して1986年に事故を起こしてるので、チェルノブイリは最新鋭のプラントで燃料プールとかもね、ほとんど燃料はあまり入ってなかったと思うんですね。福島はね280万3倍あってね、しかももう運転して40年ロートルプラントと、これ、ね、少ないはずがないんだよね、チェルノブイリをね、どう考えても。でウランの使用量がじゃあどのくらいあったのかって大体のね計算をするのに、これは資源エネルギー庁から持ってきたんですけど、濃縮ウランは100万キロワット原発をねするのに21トンしか必要ありませんよって言ってね、石炭は236万トン使うから非常に不経済でしょって言ってるんですけど、実はね21トンのウラン濃縮ウラン作るのに、ね、ウラン残土は、ね、240万トン使うって言われてる。そうすると見てください、石炭と変わらないんで、全然掘り出す量はね、運ぶ量は違いますよ、もちろん全然違わなくてね、しかもね低レベルの放射性廃棄物13万トン出るわけですよ、ね、どっちもエコじゃないんだよね、同じなんですよ。じゃあね、まあそう言ってもね、21トンとすると、で大体そのさっきお話ししましたけど、1号機から4号機で280万キロワットね、で燃料プール見るとね、大体100トンぐらいウラン使ってるだろうと私概算ですけどね、これから計算して、そうするとね、ヨウ素セシウムの放出量で規制の133で1100万テラベクレル出てね、ヨウ素131は15万テラベクレルと言ってるんですね。セシウム137の大騒ぎして1万5000テラベクレル、こうテラがついてくるとね、テラっていうのを聞いたことがある人っていうのはね、よっぽどもうパソコンのオタクのね、1テラバイトのハードディスクって言うとピンとくる人いるかもしれないんですけど、普通の人はテラって言われてわからないんです。10がね、10何個でどうのこうのって言われるけど、もうこれね、これしかしかも NHK はね説明してないんですよ。だけどみんなが知ってるね単位っていうのがあって、それ何かって言ったら重量、重さね、重さなら誰でもわかる。だってこれ要素130って物質なんだからね、重さに換算してみると、なんとね重量 40g しかならない、これだけね。でセシウム137に至ってはたったの 5kg にしかならない、ね、さっき言ってみましたけど、ウラン 100トン近くあるんですよ。100トン近く、100トン全部出たとは言わないけれども、それでも数トンは出たはずなんですよね。足してくださいこれね、全部足したってね 10kg がそこらです。だから桁がね1桁か2桁少ない、1桁は絶対少ないんですよね、これね。ものすごい量が出てる、重さで考えるとね。で放出量は広島原爆と比較するとね、さっき言ったね 40g とかね 5kg ぐらいのあんなちっぽけなやつでもね、なんとねこの原爆の168倍セシウム飛散したと、これはね役所も認めてるんですよ、ね、そうするとあれでこれぐらいだよね。168倍のね、多分10倍100倍出てるというと1000発分ね。だから福島が復興するっていうのは、毎日広島型原爆をねボンボン落とされて3年間落とされ続けてね、その足の早があるところで復興できるよ
って言ってるようなもん、広島の2世の方がね、復興できる、俺らも復興したら無理でしょ。私は無理と思うんですよ。168倍でも無理と思うんだよね。それどころじゃないんだから。で、今回のね、災害の肝なんですけど、さっき言ったようにものすごい量のね、核燃料がね、全然コントロールされてない。だから福島第一ね。で、今までね、起きたね、ありとあらゆる事故、チェルノブイリとかね、スリーマイルアイランドとか、いろんな事故起きてるんですけど、それを足したよりね、福島第一の方がね、多いんですよ。核燃料がね、わけわからなくなってる。でも世界最悪の事故なんですね。で、例えばね、この人泣いてますけど、これはね、共同通信が出して、これは福島での会見なんですけどね、ラディエーションリクイッド、セアリスイナフトゥキルピープル、だから致死量の放射性物質が出ましたよってことでね、3月18日に東電の小森次郎が認めてるね、泣きながら、これ泣き崩れてるでしょ。これ嘘泣きじゃないですよ、どう見てもね。で、これなんで泣いてるかって言ったら、福島のトンボはどうなるでしょうかって質問されたら、もう泣いちゃったんですよね。ちょっと良心がある方なんですよ。こんな顔してるね、東電の社員は私見たことないですからね。ちなみにこの方は私の本店の事例をくれた発電課長だったんですね。ああ、補修課長、第一補修課長だった。でもね、この話もこの人の写真もね、出てないんですよ。別のね、どうでもいい会見の写真が出てる。これ一枚見ただけでね、なんかとんでもないことが起きたっていうのは誰でも分かる。これ見たことある方おられますね、一人もらえないでしょ。共同が配信してるのにね、日本で国内プレスで流してないでしょ。で、世界で初めて大都市化放射能汚染、ボロッと言ったんですけど、 NHK スペシャルのシリーズ原発危機、知られざる放射能汚染っていう中ではね、2012年4月の福島第一原発の事故というのは世界で初めて大都市圏が放射能汚染を受けたという経験だから、これ初めてだよ。今ね、東京関東エリアが何千万住んでるとか放射能汚染って初めての経験のほほんとしてますよね、バラエティー流して。で、この人がね、12月にね、収束宣言してるんですよ。もう全部終わった、どうも今までご苦労おかけしましたみたいなこと言ってるんですけど、今でもね、公式漏洩量でももうセシウムも出てる、ストロンチウムも出てるね、下手したら要素もいっぱい出てる。だってどこに燃料があるか誰も知らないんだからね。だからその状態なんです。だから収束なんかね、してるはずがないね。してると思いたいですよ、もちろんね。私だってしてればいいなと思うけど、それは嘘なの。だ、例えばどう嘘かって言ったらね、2号機の格納容器では72シーベルトのね、場所がありましたって言ってるんですけど、72シーベルトってあんまり大きくて分からないんですけど、広島の原爆のね、爆心地、もう即死のところですよ。それがね、一瞬ですけど103シーベルトね。だ、そこに1時間にとね、大体同じぐらいの放射能を浴びるんですよ。そういうところがあちこちにあってね、これ人が行けるはずないんですね。なので人も行けない、何もできない、で隔離もしてないね、そういうところがあって収束してるはずがないんですこれね。で、見通しはどうなのか、さっき言いましたね、人類には原子の火は止めることができないです。で、30年で廃炉って言ってますけど、原子力村が30年で何かやるって言ったら、これできないっていうのと一緒なんですね。彼らの得意な和法なんですよ。だから高速増殖炉も最初研究を始めた時は30年後に実用化するって言ってたのね。30年経ったら何て言ってるかって言ったら、今50年後ですよ。だから30年では無理だ。で、今後もね、再輪化も何回も起こすでしょ。要素が出てるんじゃないか、出てないんじゃないかと言ってますけど、もう燃料が溶けて落ちて下に沈んでるんだからね、何が何だか分からないんです。だからね、再輪化に要素だって起きるでしょってことね。で、収束方法じゃあどうするんだって思われてたら、ね、誰も知らないんです、これどうやったらいいかね。チェルノブイリの経験が唯一あるだけで、あれ石炭でしたでしょ。だからもう隔離するしかないんですけど、できるできるできるって言ったら、日本人は優秀だからできると思ってるのかもしれないんですけど、できないです、これね。収束は誰も知らない。だから誰も文句言ってきてないじゃん、アメリカもね。で、人類史上最大災害だ。で、地球上にいる限りこの災害から逃れることができない。福島の人は大変だなと、俺は大分にいてね、湯布院にいてのんびり過ごしてるけど、まあ福島の人ちょっと助けてあげないといけないかなって思ってたら大きな間違いですからね。我々ももう被爆はかなりしてるんですよ。じゃあ例えばどんな風にね、汚染がいってるか。これ福島ね、これ九州でしょ、これアメリカですよね。見てください、これね、これはね、ボーンと出てね。で、放射能っていうのは何が特徴かって言ったら、煮ても焼いても食えないね、減らないんですよ、拡散するだけなの。そうするとここで出てね、ここから先あまり島がないんで、ハワイぐらいしかね。で、日本列島もここから先ないでしょ、偏西風が吹いてるからね。だから渦を巻きながら、ここ西海岸ね、ほら見てください。
で西海岸でもねかなりやられちゃう、ね、アラスカ、シベリアね、ロシア、中央、北朝鮮、九州なんかここなんだからね、もう誤差範囲ですよこれ、地球上で言えばね。でこうやって渦を巻いてね、でこちょうどこの頃雨が降ってたらしいね、ここはね、カリフォルニアなんですよ。だけどそれなりに汚染しちゃってる。だから西海岸が汚染されててね、九州がね綺麗なまんまのはずはないんですよね。どうなったの、ね、福島の方にものすごく汚染されてますよ、もちろんこれ見てください。これね、西海岸だって汚染してるしね、アラスカ、シベリアも結構汚染してる。でこっちにほとんど吹いてたから、まあ、九州は比較的ね、比較的そんなには汚染されてないんですけど、それでも汚染されてるんです。これね、これ三角の時点だからね、その後もずっと出てるわけですから。ヨーロッパの方はどうかって言って、もうまた別の動画で見てみるとね、こう起きてね、もうね、なんかね見てくる、ね、ヨーロッパも全部地球上なんだからね、地球上全部汚染される。でじゃあ南半球に逃げたらいいかって言ったらね、南半球私も大丈夫と思ってたら、南半球っていうのはこの赤道のところでね、大気がこっちこう流れてこっちこう流れてるらしいんでね、赤道でね拡散してるんですよ。当然ね、丸い地球なんだからね、だから全部がね汚染されてる。オーストラリアだってニュージーランドだってセシウムが出たっていう話があるんですね。じゃあ海がどうかね、もうそろそろ福島の沖がきれいになったから出荷してるみたいですけどね、これ4月ね、これ8月、これ11月ね、これ3月、これシミュレーションなんですけど、ここハワイね、見てください、これもね汚染されてるでしょ。でもうね、実は西海岸であのボールとかが出てこっちに戻ってきてるぐらいなんでね、これはシミュレーションなんですけども、かなりもう広域に拡散してると思うんでね、かなりの量、放射能はね。でこっちには来てないことになってますけど、海は魚は動くからね。でいろんな話をしてるとね、でもいや放射能の落ちた落ちたってお前騒いでるけどね、東大の偉い先生が大気核実験の時の1万分の1しか降ってないんですよと、福島はね、ということを言ってるんですけど、それはね嘘なんです。嘘なんですけど、偉い先生がそう言うとみんな信じちゃうんだよね。これ大気核実験ね、ここの頃だから1960年の私が生まれた頃はものすごかったんですけど、汚染がで、だん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 ようやく下がってきて、一回チェルノブイリ原発事故がポーンと起きてね、その時上がってます。だからこの時1986年はかなりの効果量がね日本でもあったんですよ。私聞いたところによると、阿蘇でもね奇形の牛が生まれてたりしてるらしいんですよ。ダックスフンドみたいな牛がね隠されてました。でこうずっと下がってきてね、大体ね事故の起きる前がね最盛期の1万分の1なんです。このグラフはちょっと特殊な理系の人しかあまり見ないグラフなんですけど、これがね一つ上がるごとに10倍になるんです。だからなんか10分の1、100分の1、1000分の1、1万分の1ってここなの。だから1万分の1というと、最盛期の1万分の1というと、事故が起きる前も1万分の1だったよね。じゃあ事故が起きてどうなったかって言ったら、これ茨城ではね、ここなの。山市。見てくれ、これ。今まで降ったことない、茨城でね。そして、九州はどうかって、ここ一番下は熊本になるんですけど、熊本だってね、最盛期の10分の1ぐらい。だから茨城では10倍ね。で福島ではねどうかって言ったら303、もうずっと出してなかったんですけど、この間出してきてね334万ベクレルってことはこの辺なんです。最盛期でねだいたい100のところがね334万ベクレルって言ったら、10倍100倍1000倍1万倍ぐらい降ったんですよ、ね、大気核実験の1万倍です。異常降ってるのが今1万分の1っていう話してる、嘘なんですよね。だからこれはね専門家ほど嘘つくんです。私がねこんなところで嘘言ったってねバカが言ってるって終わりなんですけど、本当のこと言うと聞いてくれるんですね。それは地位がないからね私はね。だからこれもね鵜呑みにしないで私のホームページに載せてるんですけど、これとねあとここの値っていうのはね文部省が分かりにくいけど公開してるので、その数字を見るとね私の言ってることは嘘じゃないっていうのは分かる。だからもう今まで降ったことのない降ったことのない量の1万倍が降ったと思ってる福島ね。で福島はこうなんですけど、宮城県はね1年間壊したまんまにしてね公開してないです今でもね。だから私ね宮城県が一番降ったかもしれないと思う。福島市のは中だけどね、宮城県は仙台にあると思うんでね。でじゃあ日本はどのくらい汚染されたんだっていうのが、今日お配りした新聞記事の裏に書いてあるのがね、早川の先生が作られた、群馬県の早川先生が作られた地図があるんですけど、で空間線量率
だけなんですよね、そのグループはね。でもね、空間占領率でね、その何したらいけないんです、汚染濃度ね、どれだけの床面、面、あの土地が、土壌が汚染されたかっていうのとね、比較しないといけない。そうすると原発の、ね、ところでこんな全面マスクと言いますけど、この管理をしないといけないのはだいたい400キロベクレルパー平米、まあ、4000、4ベクレルパー平方センチメートルなんですけど、それ以上があるとこういう格好をしなさいということが、ね、法律で決まってるんです。じゃあこれどうかというとね、1.3 マイクロシーベルト、大体ですよ、大体ね。そしてそのグラフで見ていただけると分かるんですけど、 1.3 マイクロシーベルトっていうのは、これね、福島県の中通りがほとんど入ってるんですよ、オレンジ色のね、赤いところ。だから福島の中通りにいる人はこういう格好をしてないと原発のところで捕まるんですよ、法律違反でね。だからこういう格好のところでね、牛を作っていいんですかっていう話じゃない。作物を作っていいんですか、本当はいけない。だって飲み食いしたらいけないんだからね。そこでね、綺麗なものがねできるはずがない。そして40キロベクレル、0.13 マイクロシーベルトはどういう格好がいるかというと、飼育域というふうにね、ちょっと汚染エリアがあって、そこのもの、そこからね、あの汚染を出したらいけないっていうエリアなんですよ。でこの 0.13 っていうのは、だいたい 0.15 のところ、確か125かなのところが、そこで地図上で色塗りされてると思うんですけど、そうするとこれね、あのディズニーランドとかも入ってきてるんですよね、東京はほとんど入ってるわけだから、まあ、もしね、お子さんを連れて行ってディズニーランドに行く場合は、こういう格好をしてね、帰るとか捨てていかないで、ゴム手袋してね、そのぐらい汚染されてるんですよ。だ、環境放射能ね、どういうことかって、ここで OK って言ってるけどね、ここはね、放射性物質をバンバン飛んでですね、子供がね、内部被曝しちゃうんですよ。だこれが大事ですね。占領だけじゃない、内部被曝しちゃうんですよ。で、どういう危険が出てきたかっていうと、耳なしウサギっていうのが出てきてね、耳がないんですよ。福島県の浪江町に5月に生まれたウサギなんですけど、で、これは5匹生まれてね、5匹のうちの、あ、5羽っていうんですかね、5羽のうちの1羽だけは耳がなかった。でウサギっていうのはだいたい35日で妊娠して出産するらしいので、合うんですよね、時期としてね。だからこれ白いカラスっていうのも2011年の9月に岩手県にこう白いカラスが生まれてる。でもね、放射能っていうとその首になるものだからね、どういうふうに言うかというと、専門家によると一般的なアラビノとは異なる突然変異で、市民は震災のストレスかもって、ね、かカラスがねストレスで白くなったっていう新聞記事に載せてるんですよね。その話聞いたことないって。これね、黄色いアンコウね、これ2011年の1月山口で出てきて、この白いナマコね、これね、天草だ。で、スリーマイル原発もね、事故を起こして、これ加圧水型、1977年だと思うんですけど、その時に現れた奇形っていうので、まあ、葉っぱが大きいとか、ここね、これ見て、左右で全然色の違うね、花が出てる。で、こういう、2匹のね、牛が、頭が2つある牛が生まれたりね、こういう花の中から花が出てる、こういうのが出てたんですよね。でもひどいなと思うんですけど、2011年5月の滋賀県ね、こうやってつぼみの中につぼみで、この間飯塚でしたら木ボタンかなんかの花のつぼみの中から花が出てきたって言われてた方がおられたので、多分ね、湯布院でもね出てないわけはないと思うんですよね。だから特にね、園芸が好きな方はね、自分のところに変なのないかなっていうのをちょっと気をつけてね、もし変なのがあったら必ず写真を撮ってね、記録に残しておいてほしいんですね。2011年の9月、埼玉県ね、よく見てください、これ通透カラーでしょ。これね、高知県、これほら、ここも通透がきれいに分かれてますね。ここは九番地なの、天草市深見町って、これ天草なんですけどね。で、誰も放射能って、放射能って分かったら載せないんですけど、珍しいから載せてね、甘さ半分、いや全部みたいな、どうでもいいことがあった。で、神奈川県ではね、12月に2つの花が生まれてね。そして2012年の6月、ちょっと私ツイッターしてたので、その時に日本指の、ね、子猫が生まれたと、日本指の子ね。そして京都府福知山市のね、新聞にはね、相当の鮭の赤ちゃんが出て、これはムクゲっていう、2011年の9月に茨城県の北部なんです。私ムクゲってあんまり見たことないんですけど、これが大体ノーマルらしいんですけど、こういうね、八重の綺麗なねのが出てるらしいですね。
でこれ、まあ、私もいろいろ見てるとね、おしべめしべが花弁花びらになることがよくあるんですけど、ないかなと思ってこう花水木の器を見てください。ここおしべかめしべかちょっと分かりませんけど、それがね花びらが一つ余分についてるのが花水木になりますよね。これ熊本市です。私の通勤路にあるんですけど、でこれね、でにサザンカかな、サザンカだって言うんですけど、これが私の自宅なんですけどね、これが雨どいに近い方で、こっちにもう一つあってね、こっちは赤いんですけど、こうやってねこう色が焦ってるんですね、白くね、ピンクになってるでしょ、色がなくて。だからさっきも言いましたけど、園芸とかでね、なんか花がくすんでるなと思ってる人いると思うんですよ、湯布院でもね、湯布院でも多いだろうね。だからね、やっぱ放射能の影響かもしれんなと。絶対降ってますのでね、ここもね、ちょっと気にしてほしいんです。そして虫や鳥や木が消え始めたら次は人間が消えていく番号で、ヒヨドリやねメジロがいないいないって言ってるんです。これね、これ熊日の植物、多分大分でも田舎ほどね蛇が分かりますよね。都会にいるともともと来ないから分からないけどね。これ屋久島でもいないって言ってるからね、ヒヨドリメジロいなかったって。熊本市内ではね、私はこれ通学の、歩いてたらね、こうやってツバメが道端で死んでるんですよね。私これこんなの見たことないんですけど。で日本野鳥の会何してるかって原因不明って言ってるね、野鳥の会なんですよ。で全然言ってないんですよ。なんでかなと思ってね、日本野鳥の会ちょっと調べてみたら、ホームページきれいなのがあるんで見ていただきたいんですけど、法人会員見るとね、もう全電力はね全部金出してるね、日本原電とかね。スポンサーの言うこと聞くでしょ当然ね。そのために金出してると思うんですけど。だから日本野鳥の会ね、ツバメが減った原因っていうのはね、7月に出すっていうからもうそろそろ出すと思うんですけど、放射能のほの字も出なくてね、田んぼが減ったとかね、軒先に西洋風のやつが増えたからっていうね結論出すのが目に見えてますよ。スポンサーを見ればいいですね。じゃあ放射能とね放射線っていうかって、残り30分ですよね。で放射能と放射線ね、かなりねこれ厳密に区別しないといけない。放射能っていうのは放射性物質のことを大体放射能っていうんです。でそこから出るのは放射線っていうんですね。で放射線っていうのはそんなに怖くないんですけど、放射能っていうのは体内に取り込むととんでもないことになるのでね、これ怖いんですよ。だけど普通ね、いろんな勉強会を見てくると、誤用学者っていうかね、放射能は安全ですっていう時はね、放射線を正しく理解するっていう線、こっちのを使うんですね。だからこういう放射線がどうのこうのって言ったらね、大体誤用、その安心させるね勉強会だと思う。で放射能について正しく知るとか言ったら、ね、もしかしたら本物かもしれない。ここだけで。だからこれはね、2011年の3月15日にアイラが出した本なんですけど、これ放射能がね、これ放射能が来るって書いてこうマスクしてるんですよ。これ正しいんです。ここは放射線が来るじゃね、全然怖くないんですよ。でこの記事を出した時にね、これ全く正しかったんですけど、1年経ったらね、これはねデマを飛ばしてね、風評助長するって言ってね、みんな叩いてるんです。でこの時叩いた人間がねいっぱいいますのでね、それはね知らずに叩いてるんじゃなくて、多分電力とつながってるから叩いてるね。で放射能が来る、ここね放射線が来るじゃ怖くない、やっぱそこ違う。で放射線っていうのはどういうのがあるかって言ったら、アルファ線、ベータ線、ガンマ線っていうのがあって、これは正しいんですけど、人工放射線も自然放射線も区別する必要はないんです。放射線はね、アルファ線であればベータ線であればそう、ガンマ線であればセシウムだろうがカリウムだろうが放射線であれば同じなんです。まあちょっと違うんですけど、まあ大体。で医療用放射線っていうのもあって、こういうねレントゲン室にこういう管球があって、で電力を流すとバーンと放射線ね、ガンマ X 線が出るんですけど、これ放射線だけど、これからね出るのは放射線であってね、放射能は出てこないんです。だからレントゲン室に電源を入れて映すときはもちろん妊婦さん入ったらいけないんですけど、電源を落として何もしてないときはレントゲン室に入っても別に被曝しないんですよね。それが放射線、いないとき消えるのはね。で放射能を正しく怖がる、まあ放射能を正しく怖がると言わずに、普通放射線を正しく怖がるって誤用学者の人が言うと、 0.3 マイクロシーベルパワーはねホットスポットですよっていうふうなことをね、お母さんたちが心配して言うんです。東京におられる方はね、でそれを 0.3 だけ聞いてね、じゃあ 0.3×24×365 にするとね 2.6 ミリシーベルとなる、単純な計算。そうするとよく知ってると実証してる医師はですね、なんて考えるかというと、 2.6 ミリシーベルと言うと頭部 CT 約1回分なんですね。だから俺の頭部 CT を
何人にも取ってるけど誰もがんになっとらんぞと、お前 0.3 ぐらいでねビビってるっていうのはお前は非科学的な人間って放射能ヒステリーだみたいなことを言うんですよね。それはね放射能と放射線は分かってないから。あとはね20ミリシーベルト俺はね、心臓のカテーテル検査をやって浴びてるからこんなのね起きるはずないやんなバカだよなみんななっていうようなことをね医者同士で言ってるんです。私も言われたことありますよね。だから正しく怖がれる。で何が違うのかって言ったらね内部被曝と外部被曝っていうねよく簡単なようでいてね難しいんですよこれ実はね騙される。で外部被曝っていうのは放射性物質が体内にない時を外部被曝だからここであればアルファ線だろうがベータ線だろうがガンマ線だろうがねここにある限り同じなんです。だけどもし体内に取り込んでしまうとこれ全然違うんですよね。これの違いをねしないと。だけどこれ山下俊一っていうね、福島県の放射線リスクアドバイザーなんですけど内部被曝と外部被曝は同じものですよって言ってシーベルトの数値が同じであれば外部であっても内部であっても人体の影響は同じものですって言って話を始めるとこれがね安全になるんですよ。でなんでかっていうとねベクレルをシーベルトに換算して考えろってこれね私福島の県庁にこんなのじゃ危ないですよって言ったらねこれを持ち出してくるよね実行線流係数っていうのがあるんです。でこれはね内部被曝が安全っていうための理論の大元になるものなのでなんかいろんな計算してるみたいなんですけどこれを当てはめるとねもうねどんな野菜食べたってねがんにならないことに証明できるんです。一応 ICRP は決めてるんですけど。じゃあどういうね核分裂生成物が出るかっていうとこれがね核分裂生成物の起きるやつなんですけど見てピーク2つありますね。でこっちの大きい方がセシウムなんですね。セシウム130137、まあ、プロメチウム147とかありますけどキセンとかね要素とかだからここの片割れがあったらもう一つ必ずこっちにあるストロンチウム90とかね。だからこっちの話ばっかりしかしてないんだけどこっちも絶対あるんだからどっかにはね。でしかも見ていただくと分かるように連続になってるでしょ。だからねもうセシウムとかねキセノンとか要素だけじゃないんです。もうありとあらゆる元素が出てるんですよこれね。で放射線肝炎何が怖いかって言ったら、ね、例えばスズね、スズはねアンチモンに変わってテルルになって要素になってキセノンになってキセノンになってようやく安定するんです。だから半減期が何年ですよと言いますけど半減期で減った後も放射能を出す物質が山のようにあるんですよ。それでねゼロになるわけじゃないの、ね、セシウムだってバリウムに変わってバリウムに変わってようやく安定するんです。これは30年ね。だからこんな系列もあるしね、そんなのがね、もうありとあらゆる元素そうなんですよ。で、放射性物質はね、どこに蓄積しますかって、肺がプルトニウムとかね、なんかいろいろ書いてますけど、結局これはね、よく分かってない。主要なものだけね、研究されてるだけでね。で、放射性要素っていうのは、ここ、チェルノブイリの首飾りって言われてるんですけど、要素っていうのは甲状腺ホルモンに使われるんですよね。で、要素は、天然ではかなり希少な金属なので体内に取り込むと一生懸命ここに集めようとするね人間はね甲状腺ね甲状腺ここにだからそこに放射性物質があるっていうのは分かってないからここで強烈に被爆するわけです。で半減期8日なんですけどただねチェルノブイリで1986年に事故が起きたんですけど被害が起きてねがんが出てきたのは 3,4 年後なんですよ。だから今ね福島でね甲状腺がどうのこうのって言ってるけど 3,4 年後までは起きないだろうって高くくってるからねあんなに安全安全って言ってるんです。でもね私の聞いてる限りでは何人か甲状腺がんの方出られてますよねすでにね。だからねチェルノブイリより要素が早いんですよ今回の事故はねと思います。でストロンチウムねストロンチウム怖い怖いって言いますけどストロンチウムはここにあるんですけどストロンチウムのこれ周期表なんですけどねカルシウムが上にあるんですよ。だからこの縦の列っていうのは非常に似通った元素なので生体はねカルシウムと間違って吸収してしまうんでね。そうするとカルシウムはどこにあるかって言ったら骨でしょ。だから骨の中に入ってくるんです。で骨の中に入って半減期30年でなかなか消えないって言われてるんでね。だけどこれがじゃあどのくらいで分布するかって言ったらね
大体そのストロン骨伸地っていうのがあるんですけど、骨伸地検査っていうのがその骨のね転移を調べる検査なんですけど、大体注射してね3時間後を見るともう全身の骨に回ってるんですよ、注射でね。ということを考えるとストロンチウムをねおそらく食べて1日後には全身の骨にね分布してると思っていいと思う。1ヶ月2ヶ月経たないとね分布しないわけじゃないと思うんですよね。で骨髄、骨だから骨髄になるんでね、骨髄が近くにあるんで、そうすると骨髄っていうのは血液の工場なので白血病になるんじゃないかと言って、でこれセシウムなんですけど、セシウムはカリウムと同じねアルカリ金属っていうところなんです。だカリウムと同じだから筋肉に入っちゃうね、筋肉に。で筋肉で例えば腕の筋肉とかが入る分にはまあ痙攣して済むんですけどね、セシウムがだから心臓の方にあると心臓発作になって死んじゃうことがあるんですよね。でセシウム、セシウムって言って今一番一応言われてるのでよく聞くやつなんですけど、セシウムっていうのはねちょっとまあ金属の性質を知って、放射能以前にね知っておいた方がいいと思うのでちょっとこう用意したんですけど、これはねここアルカリ金属なんですから、リチウム、ナトリウム、カリウム、ルビジウム、セシウムってあって、これがアルカリ金属なんですね。これ今リチウムです、リチウム切ってる。でリチウムっていうのはご存知と思いますけどね、携帯電話とかのリチウムイオン電池のリチウムですね。でこれはねナトリウムね、2番目、これはあれです、文字とかに使われてるねナトリウム金属ですね。でこれカリウムね、こんなふうに柔らかい、非常に柔らかい金属ですね。で次がね、これ水に入れるとねものすごい強い反応を示すんですけど、リチウムね、次ナトリウムね、こうなってる。でナトリウムはどういうふうになるかって言ったら、まあ、学生実験で実験された方おられるかもしれませんけど、ナトリウムは水と反応して水素を出してね、そして水酸化ナトリウムに変わります、そういうもの。カリウムね、カリウムだとねちょっと反応がちょっと激しくなってくるんですね。次ルビジウムね、次ねセシウムですよね、これ結構激しいんです。セシウムは、ね、一瞬で終わるのでよく見ておいてほしいんです。シーちゃん、だからね反応が全然違うんですよね。こんなのも NHK がねちょっと流せばね、あセシウムってすごいなっていうことは分かると思うんですけど、全然しない。で今のセシウムねタバコにも含まれているので、で100ベクレルまではね使うって、これ500ベクレル、100ベクレルまで使うって JT が明言してますので、タバコを吸う人はねよくよく注意してくださいね。あのセシウムがどんどん肺の中に入ってきて、食べるのと違って肺に入るとあと始末に追えないですからね。で内部被曝何が怖いかっていうとね、がんと白血病のことばっかり言ってるんですけど、本当に怖いのはね細胞が死んじゃうんですね、変なところに入ってきてね、それが怖いんです。で血管が壊死すると突然死につながる、心筋梗塞、脳卒中ね、もう増えてるという報告がありますしね。であと脳細胞とかもね知能低下の可能性があるんだろうと、でもね分からない、十分な評価がされてないんですよ。でこれはね東北大学の循環器の先生なんですけど、心不全とね脳卒中が増えたっていう報告をしてるんですよ。で東日本大震災の特徴の一つであると、でもねこれストレスって言ってるんですよね。でプレジデント元編集長がね、56歳のプレジデント編集長がね死因は心不全って言ってね、ポーンって元気な50代がどんどん死んでるんですよ。山口美恵も亡くなられるんですね、これなんね。で若年ね、だ4、50代どころじゃないんです、これね。福島県の南会津ではねバスケットボールの試合中に突然倒れて死んじゃってる高校生で、9月10日のね気温30度前後だったのに22歳の女性保育士が熱中症で倒れて死んだっていうことで、
9月30日ね、去年の11歳の女子小学生の駅伝の練習してた子がね、走り終わった直後に校庭で倒れて死んじゃってるんです。これだからね、今までね10代でね死ぬことはほとんどなかったのにいっぱい出てるんです。これはちょっとですよ、ごく一部でね、よくよく見るとねいっぱい載ってるんですけど、でも出てきてない。で、福島はどういうことになってるかってね、福島の、ね、子供たちのこういうねガラスバッジって言いますけど、こういうのを持たされてるんです。これ寄贈ですね、近畿大学から。こうやってもう無邪気な顔して持たされてね、これはねもう幼稚園児から持たされてるんですよ、ずっとね。どれだけ被爆するか、これは単に被爆はね防ぐやつじゃなくて測ってるんだからね。こんなのも非人道的な話です。こんなの持たせないかんところにね。そしてああいうのを持たされてるもんだから、福島の子供たちからの手紙、キッズボイスというこれは本なんですけどね、私は何歳まで生きられますかっていうことをね子供が書いてるんですよ、福島のね。でこういう実態がね一切報道されてないんですよ、福島の実態がね。安全安全食べて大勢しか出てないんですよ。みんな泣いてるんですよ裏ではね。じゃあなんでかってね、なぜかを知るためにはね、やっぱ始まりは広島長崎、この原子力その隠蔽された真実っていう本がちょうどね去年の9月ぐらいに出版された本がね、非常に分かりやすくていい本だと思いますので、これを見ていただきたいんですけど、この関東号のところでね、なぜ地震と津波でこれほど広大にして長期にわたる被害を出すような施設があったのか、だから私は今までどのようにしてね、どのようにして起きたかということを散々説明したんですけど、この筆者がね、言うにはね、怖いを知れ、なんであったんだと。だって地震津波があったらね、想定外の出たらこうなることはみんな知ってるんだ。だそれはね、話の始まりは広島長崎で暮らしていた人の人々の上に落とされた原爆で、だから原爆を知らないと原発のね事故のことはね本質が見えてこないんですよね。でこれがね1945年に落とされた、ね、原発なんですけど、原爆ね、ごめんなさい、これね B29 エノラゲージ、エノラゲージって言ってますけど、これ B っていうのはね、ボーイング、まあ、爆撃機の B かもしれない。これが原発ね。これボーイング社が作った B29 ね。だから旅客機って言って727とか喜んで乗ってますけど、もうこれが元なんですよ。これね。でこの原爆の大きさ見てください。これ人だからね。そんな高く大きくないんです。3m×70cm って言われる。これエノラゲイって書いてますから、これはねパイロットのお母さんの名前を取ってますね。で8月6日のね朝8時15分に落としたんですけど、なんで8時15分かって言ったら、校庭とかにねみんなラジオ体操をして、日本人が外に出てることを何度も何度も確かめて、ここなら一番効果があるっつって落としてた、アメリカはね。で広島だけね大空襲に遭ってないんです、東京とかいっぱいあってね。これなんでかって言ったら、保存してたんです、このためにね、威力を見るためにね。見てください、一発でねもう焼け野原になったんですからね。ね、もう大都市抹殺されてるんですこれ。まあ火事で焼けたのもあると思うんですけど。で8月6日にこれ原爆落とされましたね。でこれこんなに被害があったらね、当時テレビもラジオがちょっと上がったぐらいなのかな、何が起きたかわからないね、大本営だってね。今回の東日本大震災だって3日後っていうのはね、死者がね500人ぐらいですよ、100人か200人、そのぐらいわからないのにね、3日後にこう落とされちゃってるね。長崎降伏できると思います、8月6日に原爆が落とされて無理なんですよ当時ね。3日っていうのはね判断できる前ですよね。1ヶ月後ならわかります、1ヶ月はね日本いくら遅くてもね、1ヶ月後ね、3日後って言ったらね、もう間髪入れるせいですよ、ボンボンってね。もう長崎のね焼け野原になっちゃった。じゃあ日本人は2発原爆を落とされなかった限りね手を挙げなかったって一応言われてますけど、3日後に判断できるはずがないんで当時ね。しかも何があったか分かんないしね、写真だってもう1日2日かかるでしょ、現像だってね。いっぱい死んでるんですよ、ね。そしてじゃあなんで2発落としたかって言うとね、調べると分かるんですけど、広島型原爆はねリトルボーイっていうやつで、ウラン235でこんな形してるね。で長崎型原爆はファットマンっていってプルトニウム239で、形も何もかも違うんだけど、 2種類の、ね、原爆をねアメリカはずっと研究してて、2つ落とさないと ね実験にならないから2発落とされたと私は思って、
で核兵器の被害の、ね、公式関係はどうなのかって言ったら、ちょっとこの間私本読んでたんですけど、1945年9月6日ね、多分落とされた次のちょうど1ヶ月後ですよね、 GHQ なんて言ったかって言ったら、広島や長崎ででは原爆で死ぬべき者は死んでしまい、9月上旬において原爆放射能のために苦しんでいるのは皆無だって報告してるんですよね、 GHQ。 あ、嘘でしょ。で23年後にね、提出した国連原爆白書で何て言ってるかというと、残留放射能による被害はなし、生存被害爆者は全て健康。嘘ですね、今だってみんな苦しんでるんだからね。で放射線のリスクアドバイス、さっき出てきた人なんですけど、飯舘村の講演会でね、何て言ってるかというと、現在20歳以上の人のがんのリスクはゼロですと。ですから将来がんになった場合はね、今回の原発事故ではなくて日頃の不摂生だと思ってください。がんのリスクが上がるのは年間100ミリシーベルト以上であるね。そんなこと言ってる。で水俣病と原発、水俣病でね、この重松逸三さんという人は水俣病被害者とね、窒素の因果関係はないと発表した人なんですよ、この人ね。その人がね、なんとこの間亡くなられたんですけど、チェルノブイリにも行かれてね、お医者さんだからね、汚染地帯の住民には放射能により健康被害は認められないと、むしろラジオフォビアによる精神的ストレスの方が問題であるね、放射能恐怖症、今回も言われてます、放射能恐怖症でね、お母さんが避難してるから子供にストレスが溜まってる。でこの人の弟子がね、さっき出た山下俊一で、 ICRP はどういうふうに、 ICRP というのはあの放射能のあれですかね。そうすると被爆が起きるとね、自分たちで過小評価しておいた放射線のリスク評価を用いて、こう今回の原爆もそうなんですけど、科学的には因果関係が証明されていないから、その被害は原発の放射能が原因ではないと被害を切り捨てる。今回もそうです。福島はね、全然浴びてないからね、放射能じゃなくてそれはストレスだっちゅう話だと。これ1991年にね、作られた書かれた本なんですけど、そういうことを書いてある。でじゃあどうしたらいいのかって言ったらね、内部被曝の実態を知らなくちゃいけない。で我々は悲しいことなんですけど、内部被曝っていうのは核兵器と密接に結びつくんでね、だから内部被曝の被害を認めてしまうと原爆が使えなくなる、水爆が使えなくなる。そうすると各国のね、パワーバランスが壊れるわけですよ。アメリカはなんであの力を持ってるんだ、中国はなんで持ってるかって、核兵器が裏にあるからね、やっぱ最終的にはね。だそれを手放すことになるからね、内部被曝がみんな隠されてる。でも我々は広島長崎の実体験があるのでね、その人の話を聞くと内部被曝のことは分かる。例えば椎田俊太郎先生ね、当時28歳95歳なんですけど、また元気で活動されてるっていう話、橋爪文さんっていう、この人あんまり出てこなくて私残念なんですけど、被爆当時14歳でものすごくね、もう緻密な描写をされて非常に前向きな話をされるのが私好きなんですね。でこれは中沢啓治さんということで、裸足の弦の作者なんですね。で中沢啓治っていう人はあの漫画描いたぐらいなので、もう全部ね、何が起きたかをね、全部頭に記憶して、裸足の弦っていうのは20年30年経って買って書き始めた本なんです。だから本、この人は素人なんでね、医学的にはね、書いた見たことをそのまま書くので正しいんです。医者が書くとね、嘘を書けるんです、知識があるからね。で入試被爆っていうのが、でこれ熊本から来た兵隊さんでね、ものすごい被害が起きたから助けに行けって言ったらね、弦を助けてられたら死んじゃったんですよ。そうするとね、死んじゃったからバカたれて、ここは死体を運んでくるとこじゃない、片付けろって言ったらね、弦をさっきまで助けてくれたんでびっくりしたらね、死んでるんですよ。そうするとどういう症状が出たかって、下痢をしたり血を吐いて寒がったりしなかったかって、うんうんって言ってね、いやなんでかって、実はね、この山のように死んでるんですよ、入試被爆っていうのね、ピカに合ってないと、それなのに死んでる、ね、どんどん死んでる。他の原爆資料にもね、同様の記述があるんですけど、政府はね、こんなことは起きてないと言ってる。じゃあ原爆ブラブラ病はどういう症状が、ね、原爆ブラブラ、さっき死亡ですけど、慢性の被爆症状に非常にだるい、仕事ができない、家事ができないっていうようなブラブラ病。でこれはね、原因がわからない、ね、治療法はないと、命は危険ではないと、周期的に来る。で一番大事なのはね、いろんな検査をして異常がない、そうすると医者は何て言うかというと、病気じゃないんだよ、原爆にあったショックの精神障害だからだんだん良くなるよって言われて良くならない、あちこち行くけど良くならなくて、いろいろ聞いてようやく日田先生のところに行って、あのお前のやったのは被爆だよって言われると納得するんです。だけど日田先生のところに行っても治療法は分からないって言われてるから、治療法はないんですよね。
じゃあ同じようなことがね、東北の精神科医がねこういうこと言ってるんです。患者は本日受診したが不眠、食欲低下、強い倦怠感、気力、集中力の低下を訴えていると。原因として特に思い当たる症状はないですよと。精神的に抑うつ状態だからね。しかもこれは外しちゃったね、特に仕事も好きでやる気もあるんだけど、なんかやる気が起きないっていうことなんですよね。ね、ブラブラ病っていうのは多分現代ではない、うつ病になると思うんですね。でも全然良くならないんです、抗うつ剤より。だって原因ないんだからね。で、原爆症っていうのはほとんど全て、これ私の件からなんですけど、被爆者に急激な、これ8年後なんですよ、急激な白血病の増加が見られると。さらに原爆後遺症はほとんど全身病の性格を持つ。だからもう病気のね、デパートっていうかね、もう手につけられない状態です、原爆のね、原爆症っていうのは。でそういうのが起きるのはね、当然もうアメリカ知ってるから、 ABCC っていうグループを作ってね、こういうね、死人が出たらね、こう臓器を取ってね、いろいろ全部調べてる、国家権力でね。でこの人はその死人を集める係を知ってたから、もう精神的に追い詰められるわけですよね。お暮らすために必要だから、なんか子供がいたと思うんですけど、あの死人が出たらやるけど、もうお前みたいなやつはどうのこうのって言って、やっぱりけなされるわけね。だけど仕事だから一生懸命やってるけども、夜中うなされてこうやってるんです。で今年のね4月22日に、当然今後ね被爆で危機事が生まれてくると思うんですけど、こういうのが出て、被爆赤ちゃん研究利用1200人、1948年から54年に7万7000人対象したら、 ABCC はね、現代会で放射能に遺伝的影響は見られないと結論付けましたよ。だから安心してください、被爆しても安全ですよ。で同じようなね、理化学研究所の安全管理部の宮川さん先生という先生がね、こう遺伝的影響はハエ等の動物実験で発生が確認されていますが、人では発生事例は確認されていませんって言ってですね、奇形率が 1% 以下のやつをね出してきてるんですよ。だけどね、ハエと人間で何が違うかって言ったら、人間はね隠すんですよ、奇形が生まれたらね。例えば一本指の赤ちゃんが生まれたね、奇形の子が生まれたらね、言わないでしょ、私一本指の赤ちゃんだよって言わないでしょ誰もね。みんなで隠してね、それは死産だということにするんですよ。で嘘つくからね、ほら嘘つくっていうか、隠したらね、発生事例は確認されてませんっていうようなことで、逆手にとってねこんなこと言うんですけど、事実は隠せない。 ABCC が胎児を集めていたって、これ岡村久さんの証言、これネットで見てきたんですけどね、女川町で病院を開業していた人で40ぐらいでね、何も記録は持っていませんが奇形がたくさん出ました。当時 ABCC へみんな報告しなくてはいけないシステムになりました。奇形が出ましても報告をする人も嫌う人がございましたので、しなかったこともありますってことを言われて、で1950年7年に作られた世界が恐怖する死の灰の正体という映画があるんですけど、これは今ネット時代なので、これ無料で見れるので、ぜひこの死の灰の正体というところで検索をかけてね、 Google ビデオに載ってるから見てほしいんですけど、この、まあ、この奇形の部分はごく一部なんですけどね、いろんな実験されてるんですけど、こういうね、昭和27年にね、40歳の母からね、シャムソーセージみたいなのが生まれてね、昭和26年に無農事故生まれてる。で昭和26年の長崎ではね、こういうね、なんかわけわかんない物体になって、こういうね、胆管症の子供も生まれてるんです。そしてこの映画の中の証言にね、長崎大の林教授っていうのは昭和24年から25年に調べると 22.3% の奇形があったと、被爆者はね。で被爆していない場合 8.7% あったという、さっき のスライドにはね 1% 以下って書いてあったでしょ、嘘なの、ね、もう60年経ってるから嘘言ったって分かんないからね。で奈良医大の神戸教授は小児解剖で選体したらね、無農事が15体で大血管気体が20体、これね、こんなにいないんですよ普通ね。であとね、小凍症の子供っていうのがいてね、映画に出てたんで何だろうと思って見てちょっとブログに紹介したんで、ちょっとある人が教えてくれてね、原爆消灯時っていうのは広島ではね当たり前のことなんですよって言って、こういうねドキュメンタリーを、ね、去年の7月8月かなにしてるんですよね。で脳の、ね、母親の体内で原爆の強い放射能を浴び、脳の発育が妨げられた原爆消灯症の被害者たちと、今も22人が知的障害、骨の変形などの症状に苦しみながら生きているっていうねことをやってて、
終戦の後にね、中国地方向けだけでやってるんですよ。我々知らない、これ原爆消灯者の方ご存知の方おられますか、この中にね、お一人二人ぐらいですよ、これだけおられてね。だからね、 ありがとうございます。だからね、隠してるんですよね、遺伝的影響がないということにしてね、あるんです。でチェルノブイリはね、こういう子やこういう子が生まれたりね、こういう子が生まれ、こういう子が生まれてるんですよね。いっぱいいるんですよ、これ私ちょっと取ってきただけで。それなのにね、産業医科大学ではね、まあ何て書いてあるかっていうとね、死の影響ないにもかかわらず中絶が増えたよと、日本ではこんなことが起こらないように祈りますって言ってるんです。これお母さんがね、心配しすぎて中絶したからひどいことになってて、さっきみたいなね、危機いっぱい生まれてるんですよ。それはチェルノブイリの子供たちとか映画を見たらね、いっぱいあるのみんなご存知だと思う。みんな隠してね、こんなこと言ってるの、平気でね。で、瓦礫のことね、ちょっと時間ちょっと面白い、すみません。東京都知事ね、受け入れ焼却中に黙れって言えばいいんですよ。そんなの誰がどうするの、力のあるところが手伝わなくちゃしょうがないじゃないですか。この人がね、東京だけ良ければいい人がね、東北のこと本気でね、助ける人じゃないんですよ。俺はみんな知ってる。例えば私、宮崎出身なんですけど、宮崎に昔、延岡のところにね、リニア新幹線の実験線があったんですよ。そしたらこの人がね、確か運輸大臣かなんかで訪問してきて、なんでこんなね、犬小屋と豚小屋のある、豚小屋と鳥小屋のあるね、糞の臭いところにあるんだみたいなことで、怒ったっていう話だよね。そんな人なの。で、関係者は何て言ってるかってね、2012年3月27日、東京新聞で、放射能に知見はないってね、ビシッと言ってる。なんもないところがね、安全安全って言ってる。で、安全アピールでね、これっぽっちの瓦礫をね、3人、私、ちょっと口悪いけど、サンバカトリオって言ってるんですけどね、こう細野大臣ね、これ静岡県知事、これ島田市長、これ最初に西で受け入れた人間です。安全って言ってるんです。こんなのでね、分かって分かるはずがないんですよ。で、北九州もやろうとしてますよね。で、この人ね、出光和也とかいう九大教授がいてね、市基準は完全に安全なんて言ってるんですよ。私医者なんですけど、完全になんとかっていうことは人間の体でね、言えないんですよね。こんなことスパッて言えるのはね、なんか裏があるぞと思わないで、まずね。そうするとここに履歴書いてるんですけどね、九大に入るまではね、42歳まで動力炉核燃料の事業団に勤務してると。専門は放射性廃棄物や核燃料、動力炉核燃料事業団っていうのはね、これは文字ですからね。この人球団の仮面かぶってるけど、その裏は、ね、プルトくんなんですよ。だからプルトニウムで散々飯食ってきた人間だったらね、こう言いますよ、簡単にね。だこういう人はね、御用学者です、いわゆる本当の御用学者ですね。それを連れてきて安全って言ってね、もう市民に無理やりね押し付けてるわけです、安全をね。非常に腹が立つ。で、安全な瓦礫って言いますけど、これはね、平成23年9月6日、日本原子力研究開発機構がね、出したシミュレーションなんですけど、見てください、これね。もう汚染されてるでしょ。もう、この辺のやつを持ってこい、石巻ってこの辺ですからね。だからものすごく汚染されてるやつを北九州で燃やそうとしてるんですよ。なんでか。さっき言ったように、内部被曝、ここだけね、いろんな被害があって、危険児が出てきたら、放射能ってみんなわかるんですよ。ただ、困るわ。そしたら西でも同じ症状になってくると、これは放射能じゃなくて九州でも起きてるから農薬ですよとかっていうことを言えるわけ、わけわかんなくなる。それが目的だと私は思うんですよね。それ以外にないから、合理的な説明はね。それは産廃業者は金ですよ。だけど号令かけてる理由は だから原発の内部被曝、今回内部被曝だけなので、その被害をわけわかんなくするために全国にばらまけばね、わかんなくなるからね。それが目的だと思う。で、ここはね、もう核実験のね、最盛期のね、1万倍ぐらいのね、それのやつを燃やしてきたらね、燃えるしね。この間はなんか人とクロムが入っているって言ってたの、細野がね。だから直接埋まれないって言ったんだけど、直接埋められないものなんで燃やしていいのかね、めちゃくちゃなんだよ、私に言わせたらね。で、バグフィルターで取れるって言ってるけど、バグフィルターってなんかよくわかんない、日本人はね、カタカナにすると良さそうな気がするんですけど、英語にすると簡単で、バグフィルターなんです。バグなんです、こういう布のバグなんですよね。これで取れるはずがない。なんでかって言ったらね、例えばおならね、パンツしてるからね、おならポーってしたらね、匂いが取れるかって言ったら取れないでしょ。それと同じなんです。気体、おならの分子よりもちっちゃいんだから、セシウムはね。で、99.9% 取れるっつってるからね、震災の瓦礫をね、いわき市がね、一生懸命燃やしてる。と燃やすとね、
もうなんと2万3000ベクレルとかね、信じられないやつをバンバン燃やしてバンバン大気中に出してるわけです、いわき市がね。で、私やめてくださいって言ったらね、いやもう燃やせなかったらどうするんですか、このままうちは燃やし続けますって言い切るんですよ。内部被爆のこと知らないしね、無視するからね。で、日本人の絆っていうのは最近絆って出てきて非常に腹立つんですけど、マスコミはどういうかって端的に言うとね、東北の人が苦しんでいると、お前は我が子さえ良ければいいのか、日本人の傷がないのかと助け合いだって言うんですけど、これは現の一部なんですけどね。こうやってお母さんたちがね、自分の息子をね、兵隊に取られると、でお母さんがね、泣いて止めていいんですよ、自分の子供さえ良ければね。でお母さん一人一人が全部止めたらね、戦争できないんだからね、そうでしょ、出す人いなければね。だけどみんながね、万歳万歳って言うとね、日本人はほっとこう、自分が悲しくても、お前頑張ってこいよってことね、平気で言うんだよ、嘘ついてでもね。だ、自分の子供を犠牲にして国家のためを思えて同じでしょ。だ、今戦争中と同じじゃないですか、日本人のメンタリティがね。じゃあどうしたらいいのか、福島原発の場所ね、ここにあるんですけどね、ここからするとね、ものすごくちっちゃく見えるんですけど、実はね、福島を湯布院に持ってきてみました。そうすると湯布院の駅ここね、だ、湯布だけここなんです。だからね、湯布院の駅から湯布岳駅って私は分からないけど、湯布院の人は分かると思うんですけど、ね、ものすごい距離でしょ。だ、福島はすっぽり入るんで、ここは演習場、どっか演習場とかあったと思うんですよ ね、自衛隊の駐屯地も入る。だから湯布院から自衛隊の駐屯地が入って、湯布岳が入ってね、このぐらい広いんですよ。で、大分の方もおられるかと思って、大分のやつ重ねてみるとね、西大分駅から大分駅ね、そしてここ大分上野川がぐらいまで入るんですよ。多分ものすごく広いっていうのが分かってね、とてもね、歩いていける距離じゃない。それがね、たったこれっぽっちなんだわ。ものすごい距離あるんですよ、福島はね、東北っていうのは。九州の人が考えるよりね、私は岩手県、ここに5年ぐらい住んでましたけど、高速道路乗っても、いくら走っても岩手県なんですよ。まだ岩手にね、まだ岩手に、まだ岩手でって、でも岩手なんですよ。そのぐらい広いんですよ、東北はね、九州と違ってね。だからここの周りでいいと思う。で、例えばどういうこと言ってるかって言ったらね、これ去年の6月なんですけど、国が決め20ミリシーベルトでね、心配心配ってお母さんたち言うんですよ。そうするとね、学年主任が何て言ったかって言ったらね、国が決められたことを大人が信じられないんだら子供が動揺してしまう。これ本当なんですよね。国の言うことを信じられないんだら日本国民やめてもらうしかない。これ瓦礫もそうですよ、燃やすの反対だってね、お前市民やめろとか平気で言ってるんだよね、主張がね。でそれをね、みんな周りがニタニタに笑ってるんだ。一人のお母さん泣きながら言ったらね。じゃあ反対運動どうしたらいいかっていうとね、この人は飛田先生なんですけど、この人はもう確保されてたね、捕まれて。僕がただね、この人ずっとあの患者を見てるからね、僕が米軍に捕まったりすると自分の命を預けている医者が捕まえられると大変な騒ぎになる。これは組織的な戦いと違って閉じ込めにくいからアメリカが一番嫌がる。結局核兵器でアメリカなんだから、アメリカが嫌がることするしかない。だから例えば湯布院でね、原発反対の会とかいうのを立ち上げると、これ簡単なんです、潰すのはね。そのリーダーをボンって潰せばみんないなくなる。だからみんな一人一人が自分の頭で考えない限りこれは止まらない。でどういうことになるかって、これバンダジェフスキーなんですけど、このような形で情報を隠し続ければね、数十年後には日本人という国民が本当にわずかになってしまう。でベラルーシはね、もう人口がどんどん減ってるんですよ、ね、これあそこはすぐ石化にしてね、できる限り人をのけてね、流通も遮断したのに、日本はその逆でね、人は住まわせてね、東北応援って言ってみんなで食べ物食べてね、もう真逆のことやってるんだから、これ以上のことになるんですよ、このままでね。で女性についてもね、もうソビエトも米国もフランスもイギリスもね、全部諦めてね、もうそのまま放ってるんですよ。日本人だけがね、できるできるって言ってるんですけど、さっき見せましたようにセシウムちゃんものすごく反応性が強いから、コンクリート屋根材にも容易に結合しているっていうことなんです。でどういうことかね、昔竹槍、今高圧洗浄機、竹槍をね、こう昔持ってB29 落とすって言ってね、みんな竹槍訓練してたんですよ。これナンセンスなんですけど、ナンセンスってみんな知ってるんですよ、ここねいる人は。だけどこんなバカなことしてどうなるんだって言ったら、お前は日本人じゃないのかって、みんな訓練してるだろうって言ったら、みんな黙るんだな、これね、日本人の悪い癖でね、
俺だけ悪くてって絶対全員が反対するよね。こんなに 2,3 人しかいないんだもん。潰せるのにね、もう仕方ないから手伝おうかみたいな感じなの。だから全然無理なことでもね、平気でやるんだ。今回だから竹槍でやってね、今回高圧洗浄機でね除染できるっていうのは全く同じだと。どうでかって言ったらね、セシウムは除去できない理由としてね、この食卓塩がありますけど、この一粒を水に溶かして約30粒ね、100平米だから、この全体のエリアで食卓塩を 2,3 粒してね、バーッとじょうろで巻いてね、こっから、ね、塩分取れてたら取れないでしょね、高圧洗浄機したって無理なの。ここ閉鎖するしかない。それでもものすごい高レベルの汚染なんです。だから 5.2 マイクロシーベルト、だから1桁下がるとね、これ1つ減るわけですから。だからこの辺に1粒落としてね、全部ばらまいてね、高圧洗浄機でやってね、塩分取れましたって言ったらそれ嘘でしょ。だから無理なんです、女性はね。だからみんな諦めてる。で、あと腐葉土にもね、放射能が入ってきてるんでね、だからこういう特に湯布院とかはまあ安心だってのほんってしてる人多分多いでしょうから、こういうとこ腐葉土持ってこられたらね、計らずに自分の庭に撒いたらもう終わりですからね。で、原発再稼働のことをねちょっと言っておきますね。玄海原発ね、見てください、これ半島でしょ、 1,2,3,4 なんですよこれね。だからもしここで何かあったら、ここはね誰も近づけない。こういうところに平気で建てて安全、だからここだけ見たってしょうがないよね。全体を見ないとね、どうするかっていうの、そういうの全然考えてない。ところが三浜原発ね、三浜原発もっとひどくてね、ここ道なき道があるらしいんですけど、ここが企業棟で、ここが原発ね、見てください、橋一本しかない、橋一本で動いてるね。で、ここのこれは危ないじゃないですかって関連に電話したら、いやここは落ちないことはなってますから、いや落ちるでしょうと、津波で落ちたらどうするんですかってね、船でやりますなんて笑われますけどね。多いだってそうです、多いね。この間IWJ の方がいろいろ中継されて私見させていただいたんですけど、おい、あそこね選挙しただけで大臣は船で入ったでしょ。福島だったらね裏門があるんですよ。裏門がないんで、あそこ大井はね、あそこをわーってやったらね、もう外から出れないから船で入るしかない、そういうとこなんです。だからそこの道がね、が土砂崩れでやったらね、あと船だけなんですよ大井はね。ありえないんですよそんなこと。で、福島第一原発ね、見てくださいこれ、どっからでも入れるでしょ。ここが何かあったってこっちに行けますよ。だからここはね、非常に海岸辺にぴったりくいたね、理想的なところなんだ。この辺に多分裏門があるはずなんね、ここからこうやってね。だからここでわーわーわー抗議活動しても、詳しい人間がこっちから入れてね、いや別の道から入りましたって言ってがっかりするところのはずなんで、正門のところはね。今回正門から正門を押さえただけでね、もう大臣はね船で入ってんだから、あれはね非常にいい抗議活動だったと。そういう迂回ルートがないことをみんなに知らしめてるわけだからね、大井は。でもし玄海原発でね事故が起きたらどうなるかって言ったら、こう湯布院この辺だからね、もう住めない。東京、あ東京じゃ大井だね、熊本だってそうだ、住めない、ね、仙台原発だってそうだ、もう住めないでしょ。でここからずっと西に行くんだから、いやごめんなさい東にね。だからここで事故があったらね、日本人はもう全員終わりなの、ね、電気を取るか、何かの時に事故があったらシビアアクシデントになってみんなで放射能被爆して死んじゃうか、どっちかなの。それかオーストラリアの砂漠地をもらうかね、もうそのぐらいの話なの。海だって汚れちゃうしね。だから事故が起きたら現で九州は終わりなの。でどんなに安全装置をつけてもね、事故が起きるっていうのが福島の教訓だと思うんです。あの私がいた時にやってたのは、ベント配管をつけるっていうのは私がいた時にしてシビアアクシデント対策って言われてやったんです。それはどういうことかって言ったら、どんなことがあったにしても大丈夫なようにしましたっていうのがあの対策だった。でも全然話にならなかったでしょ。そうすると東電が金をケチったという話に変わってるんですけど、違うんです。ケチってるのは関電の方がケチってんだよ。私に言わせたらね、ベント配管つけなかったんだから、東電はつけたんだから何十億かかったけどね。お金がもったいないから関電は水素再結合機で対応しますって言ってしたんですよ、ね、だから関電の方がね東電より立ち悪いんですよ私に言わせたらね。だって、まあ、言っちゃ悪いけど大阪の方おられるかも、大阪商人なんだからね。東京の人はなんだかんだ言ってもねメンツ気にするから金払うんですよ。だからね、どうしても運転したいのはね、今回あの国会事故調がやってましたけど、事故の場合の賠償額賠償法とね、避難のやつを決めてからやれと。安全かどうかを言ったらね、まあ、水かけ論で私だってあしらうことできますよ。
水かけるようにすればね。そうじゃなくてここをやらせないといけない。じゃあこれからどうすればいいのかね。まあ卑近なところで言うと、さっきも言ったように大気がかなり汚染されてますから雨には濡れない、ね、特にでもう土煙とかも結構放射能入ってるんで、私ねサッカーとかも危ないと思うんですけど、あとプールね、プールの屋外のプールっていうのはもうずっと雨が入っていくからね、結構かなり汚染されてると。で事実熊本のね小学校でも、まあ、ここもそうだと思うんですけど、強い弱いあるんですよ、人によって差があってね。だから子供が屋外プールの後にぐったりしてね、翌日休むとかね、何もしたくないって言ってるんだったら、やっぱブラブラ病じゃないけど内部爆考えないといけないと思うんですよね、プールの時はね。そういう子はもう休ませた方がいいと思う。で食料品からの、ね、内部爆をできるだけ避ける。特にねキノコ類がね濃縮しやすいって言われるベリー類がね、だからそういうのはできるだけ避けてるんです。でこれは個人でできる対策なんですけど、あとは全体を止めないといけないんで、黙っていてはいけない。政府の内部被爆はね、さっき言ったように原爆を隠してるからね。でアメリカの言いなりですから今の日本の政府はね。あと金でしょ。だからそうじゃなくて電話やファックスでその後自分のできる時でいいので話をね、電話でいいんです。電話一本でファックスでもいい、デモに行ってもいいんです。もちろんね、自分のできる範囲のことをしてほしい。それは何でかというと30年50年のことなんでね、もう来月で勝負が決まるんだったらそれは一生懸命やらんといかんけど、長く末永くできることをやってほしい。でぜひね、被害が起きたら医師会も動かさないといけないけど、医師会も国家の一員なのでもう安全安全としか言ってないんですよ。だけどぜひね、医師会にもね、こんな被害があったらあしらわれるとは思うんですけど、私もあしらわれるからね。だけど声を上げてほしいんです。そしたらここの方全員でね、被害があった人が電話したら、それは医師会だとおかしいと思わないといけないからね。医師会の受ける人は事務だから、医者じゃないからね、ぜひやってほしい。で再稼働は決して許してはいけない。まあ、ちょっと一つ動かしてますけど、毎週金曜日今デモが起きてますね。やっぱそういうことをしないと絶対に諦めない、ね、動いて。今回私すごいと思ったのは、大井原発が動いたけど、その次の金曜日に人がまたボンって集まってるでしょ。あれね、日本人今までなかったんだよね。上が言ったらね、ああしょうがないって水流すって言うんですけど、今回ばかりね踏ん張らないとねいけないんです、我々一人一人ね。で味方を増やす。特に今日来られた方は分かっていただいたと思うんですけど、周りにね伝えてね、全員で反対していかないと止まらないんですこれはね。だからぜひね、両親とか知り合いとかにね、まあいろんな私のホームページとかなんとか使ってもいいですし、何されてもいいんですけど言ってほしい。あとね、これ誰か言われて、稲子のように政府には対応しない。だからトップがいてね、そのトップの人に続けって言ったらね、そのトップゾゲンってやられたら終わりなんです。だけど稲子のね大軍が押し寄せたら、あれ司令塔ないからね、火災火炎流でビーってやったって、そこの火炎流にバッて入って終わりなんです。だからそういうようにしないといけない。だから例えばね、これニュースストリームに流れてるんですけど、木下さんとかがねデモには参加するなんて言われたんですよ。言うのは自由なんですけど、それに釣られたらいけないんです。いや自分もそうだと思えば釣られていいんですよ。だけど自分の頭で判断して木下さんの言うことにやるのかね、デモに参加するのかは自分の頭で考えてください、ね、自分の頭で考えて参加しない方がいいと思ったら参加しないでいいんです。だけどとにかくね、私の言ってることを信じてはいけない。やっぱり自分の頭で考えないと今後騙されますからね、それを言いたい。で大井原発の再稼働ね、これ4万人でも、これは22日は、ね、報道されなかった。で29日はこんなに増えてきたんですね。ただ今度の金曜日もっと多かったって言われてたんですけど、ここに人がこんな集まるとこんな綺麗な映画撮れちゃうからね、地下鉄でね外に出さないようにしてるんだね、地上に出さないようにしてるんですよ。で日本人おとなしいからね、警察官が 3,4 人で行くなって言ったら行かないんだよね。私はあれおかしいと思う。非暴力不服従でね、聞かなくていいんだよ別にね、と思います。でエジプトのタハリール広場ではね、フェイスブック革命とか言っていろいろ報道してるんですけど、 NHK はねこんなデモが起きてもね、足元ですよ、渋谷なんだからね、報道しないんだよね。それよりパンダの赤ちゃんの方がいっぱい出てるんだ。で私の情報発信ですけど、ブログはほぼ毎日更新して約今500万近くなってますけどね、今日お配りしたレジュメの一番後ろに書いてあるんでね。でツイッターもしていて、で政府と NHK のマスコミ報道は、ね、一番当てにならないんですけど、時々とんでもない第一歩が出るんですよ。それはフランスでもどこでもそうなんですけど、そんなことが起きたのか。例えばね、メルトダウンの話ね、あれ初日に出たんです、メルトダウンしたって言った。そしたらね、嘘だ嘘だって隠したでしょ。でね、普通最悪の事態がね最初に出ることはないんですよ、どんなことでもね、後出しだから第一歩でとんでもないのが出たら、原子力報道の場合はまあまず正しいと思っていいと思うんですよね。
でその後隠そうとするからね。だからそう第一歩必ず頭の隅に置いといて、そんなことが起きたのかもしれんというと、1ヶ月後ね、例えば今回で1年後になって、やっぱりあれは正しかったですみたいな感じでしょ。だそうなんで、本物のね情報はね矛盾がないんですよ。だから今までいろんなことを聞いててね、なんかおかしいと、私は理系に 得意じゃないけど、なんか隠してる気がするっていうのは正しいんですよ。で私の話を今聞いてね、どれもどうもおかしいと思ったら私こそ言ってるんですけど、大体の人はああなるほどって腑に落ちたということを言われるんでね、それは正しいからだと思う。で私ほら見てください、原稿も何も持ってなくてペラペラ喋ってるでしょ。これはね本当のこと言うからペラペラ喋れてるんですよ。これ嘘言おうとしたらね、まあいろんなことでね、男女関係とかで嘘を言おうとしたら、あの時何したことにしようかとかいうのをいろいろ考えてね、なかなかつい、女性はそれでもうまいみたいですけど、男性なら顔目が泳いだりね、あなた嘘言ってるでしょ、浮気したんじゃないのみたいな話になるんですね。ペラペラ言えないから、女性はうまいみたいですね。ペラペラ言える人はね、本当なんだと思うんですよね。で、あと DVD もね、500円でちょっとそこで販売してます。もし興味あられたら買ってください。でまとめですね、すいませんちょっと15分ぐらい終わりました。福島の原発は止められないと、放射能汚染も持続すると、汚染された瓦礫放射能を含んだ商品に何ら規制がかけられてないと、内部箱はねどんどん拡散してる、まあ、熊本大分九州どころかね、もう世界中ですこれ、南半球まで行ってんだからね、もう全生命の問題、まあ、内部箱を勉強してね、まあ、瓦礫にはもちろん明確に反対なんですよね。でそれはね、子供のためね、孫のためね、あるいは地球環境のためね、いろんな人のためなの、自分のためだけじゃない。私がなんでここでこんなこと言ってるかって言ったらね、私一人でね心配してね、なんかこう本書いてればね済むんじゃないんです。もう皆さんと一緒にね止めていかないとね、これ私もそうだし私の子供もそうだしね、もうみんなが死んじゃうことになるから話してるんですよね。はい、どうもご清聴ありがとうございました。